キッズゲームス。今日は豪華客船で遊んでいくよ。プールだ。中に何か落ちてない？念のために集めておこう。この人が船のクルーみたいだね。めっちゃ踊ってる。僕も踊りたい。ポン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 。いいね。船の中も見てみよう。クンクン。うん、いい匂い。あ、こっちに食べ物があったんだ。サンドイッチにピザにアイスクリーム。全部食べたいな。ピコモリ、何か手に持ってるよ。本当だ。なんだろうこれ。エナジードリンク？だったのか。バナナでお口直ししたい。じゃあ早くクリア目指して頑張ろう。ゲームが始まるみたい。ワクワク。クルーが発表するものを一番に取ってきたら勝ちなんだって。よし、やるぜやるぜやるぞ。フォークを持ってきてって言ってる。フォークといえばスパゲッティとか。じゃあこっちにあるかも。あ、みんなフォーク持ってるよ。私たちも早く持っていかなきゃ。もちろん。次のアイテムは何かな。トイレットペーパーだって。くもりダッシュ。いい感じ。それじゃあトイレまでダッシュ。トイレットペーパー発見。この人と競争だ。くもり急いで。もっと速く走れないの。コーナーで3をつける。いけいけ、もう少し。ジャンプ。結果はだって。絶対に勝とうに。最後はゴールデンチケット。ヒントは3回らしいけど。僕気になるところがあるんだ。どこどこ？ゲームセンター。まだ行ってないから怪しいんだよね。確かに、行ってみよう。ゴールデンチケット発見。しっかり持って。クモリンダッシュ。急げ急げ。コーナーで3をつけろ。ジャンプ。どうかなどうかな。やったー。最後のゲームで勝ててよかったね。コーナーで3をつけたおかげですな。ゲームで遊んでご飯もいっぱい食べて楽しかったね。大満足で眠くなっちゃった。にゃみー。ねえクモリン、窓見て窓。で、なにこれ。この船って幽霊船になったの。キャプテンのところに行ってみよう。電源がある部屋の鍵をトイレに落としてきちゃったんだって。この部屋に入って電源を周囲にすればいいんだ。3つ線が出てるところを避けながら探さないといけないよ。お友達が直してくれた。本当だ、明るくなってよかった。やっと寝れるね。疲れちゃった。わー、よく寝た。今日こそゲームセンター行くぞ。いいね。どんなゲームがあるのか楽しみ。遊べなくなっちゃった。なんか嫌な予感が。ドアを見て。海賊みたいな人がいる。ちょっと浮いてない。でわーでわー。逃げないと。急に出てきた幽霊みたい。なんとか逃げ切れた。なんだったんだろう。怖かったね。この後はキャプテンと夜ご飯を食べるんだって。行ってみよう。到着。どんなご飯が食べられるんだろう。テーブルにあるチキンがもらえるんじゃない。ほら、やっぱり美味しそう。いただきます。みょ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 。おいしい。なんだか眠いね。うん、もっとチキン食べたいのに。あれ、ここどこ。僕たち捕まっちゃったの。どうしよう。鍵が私たちの扉の前に落ちてるから棒で取ってみて。だって。取れたよ。やった、開いたね。クルーの救出も成功。わあ、水が入ってきちゃってるよ。この部屋からすぐに出て船の外に向かおう。なんとか出られた。ライフボードって書かれてる部屋に入ればいいのかな。問題発生だよ。そこを開けるには赤い鍵が必要なんだって。キャプテンの部屋にあるらしいから見つけに行こう。そのお部屋まで。
れは立ち向かうしかなさそうだね。嘘でしょ。戦えるもの何かないかな。なんかないか、なんかないか。武器発見。これなら倒せるかも。おー、いい。とりゃー、おりゃー、やったー。海賊を倒せたよ。あ、ライフボードに乗って逃げれるかも。急げー、出発。わらい、脱出成功。なんとか逃げ切れてよかった。天才クモリンのおかげですな。けどバナナがなかったような。ピザもチキンも食べたし、いいでしょ。いやいや、デザートにバナナは必要だよ。本当にバナナ好きだね。そうだ、僕のバナナはどこにあるの。おはよう。おはよう。あれ、クモリンはまだ来てないみたいだね。呼び出したのはクモリンなのに。この声はクモリン。二人ともおはよう。いたんなら早く出てこいよ。僕、楽しい遊びを思いついたんだ。楽しい遊び？その名も探偵ゲーム。探偵ゲーム？誰かがいたずらをして、その犯人を探偵になって当てるゲームだよ。いたずらした人は自分が犯人ってバレないようにするの。クモリン、言いにくいんだけど、人狼ゲームっていう嘘つきを当てるゲームがすでにあるんだよね。ニャンデスト、僕が最初に考えたゲームだと思ったのに。でもいたずらをするっていうのは人狼ゲームと違っていいと思うよ。確かにこういうゲームも楽しそうだね。それじゃあ早速ゲーム開始だ。探偵になって犯人を見つけてくれるお友達はいいねを押してね。準備完了。集合場所の公園に向かおう。見たところまだ誰も来てないね。うわぁ、いってて、誰だよ。こんなところに落とし穴を作ったのはきっと二人のどっちかだな。ということで、落とし穴を作った犯人を探すよ。これだけの穴を掘ったら泥だらけになっちゃいそうだよね。ところでクモリン、なんでびしょ濡れなの？ちょっと水遊びしたんだ。こんな真冬に何やってんだよ。私は絶対やってないから、これはクモリンが怪しいね。違うよ、もしかしたら BB が自分で掘って落ちたのかも。そんなわけねえだろ。ちなみに、僕もクモリンが怪しいと思うよ。どうして？落とし穴を作ったら、僕だったら落ちてるとこを見たいと思うんだ。確かに。でも堂々と見ていたら犯人ってバレちゃうから隠れてみるよね。それでこの公園で隠れられる場所は、わかった、真ん中の噴水。噴水の中に隠れたら泥だらけになった体も洗えるもんね。ということは、さっき濡れてたクモリンが、犯人はクモリン。うわぁ、絶対バレないと思ったのに。さすがに濡れてたらバレるだろう。あれ、みんな遅いな。どうしたんだろう。クモリン、クモリン、大変だよ。どうしたの？神社が大変なことになってるみたいなの。クモリンも一緒についてきて。わかった。一体何が起きてるの。神社が見えてきたよ。なにこれ。さっき通りかかった時は鶏いなかったのに。これってもしかして探偵ゲームのいたずらだね。この中に犯人がいるの？よし、誰が犯人か探そう。まずは僕たちの行動を確認しよう。私は7時40分に学校に来て、職員室で先生とお話ししてたよ。僕は7時30分に学校に来て教室にいたよ。僕は7時20分に学校に来て図書室に。そんな早く図書室にいたの？早く着いちゃって暇だったから本を読んでたんだ。まとめると、 BB、
くもり、私の順番に投稿したことになるね。神社の前を通った時は何ともなかったけど、僕の時も何ともなかったよ。ということは最後に投稿してきたプリルが犯人だね。違うよ、私も見た時は何ともなかったよ。でも僕とクモリンのどちらかが犯人なら、プリルはニワトリだらけの神社を見たことになるよね。確かにそうだけど、ところでクモリン、教室にいたみたいだけど、どうしてそんなに早くに？早く学校に着いちゃって教室に来たんだけど、チャイムが鳴ったから朝のホームルームが始まると思って待ってたんだ。そんな早くにチャイムが？誰も来ないからみんな遅刻かなって思ったんだよ。それならクモリンより早く来ていた PB はチャイムが鳴ったのに教室に戻らなかったことになるね。それは…あれ？どうして戻らなかったのかな？チャイムなんて鳴ってなかったぞ。クモリンが嘘をついたんだ。嘘なんてついてないよ。チャイムが鳴るのは8時なんだから、そんなに早く鳴るわけないぞ。本当に鳴ったんだよ。これは先生に確認しに行こう。先生から聞いてきたよ。機械の故障で早くチャイムが鳴ったんだって。僕が聞いたのはそれだったんだ。もしかして実は BB 図書館に行ってなかったのかな。にゃんですと？本当は神社でいたずらして私より後から投稿したからチャイムを聞いてなかったんだよ。そんな証拠ないじゃないか。じゃあなんでチャイム鳴ってないって嘘ついたの？それは…観念して BB。 じゃあ今回の犯人は BB。 バレちゃったか。やったー、名探偵クモリン。真実はいつも一つ。学校も終わったし帰ってご飯食べよっと。あれ、家の中から物音がした気が。誰もいない。イノシシかな。まあいっか、何を食べようかな。で、あれ、食べ物がほとんどなくなってる。ということはさっきの物音は気のせいじゃなかったのか。まだ近くに泥棒がいるかもな。どこだ？そんなに慌ててどうしたの？泥棒に入られたんだよ。泥棒？きっと探偵ゲームの続きだと思うから、クモリも呼びに行こう。わかった。ということで僕の食べ物を取った犯人を探すよ。食べ物を盗むなんて許せない。それじゃあ二人に事情聴取します。私は学校から帰る途中だったよ。僕は家でご飯を食べていたかな。プリルが家の近くにいるのは僕も確認したね。じゃあ証拠がないクモリンが怪しいね。嘘じゃないよ。でもプリルも十分怪しいんだよね。どうして？家に入る直前に物音を聞いたということは、泥棒は少なくとも近くにいたってことになる。近くにはプリル以外にはいなかったから怪しいよね。それだけで怪しむのはおかしいよ。それに理由はもう一つあるんだ。もう一つ？クモリンが犯人ならバナナを絶対残していかない。確かに。推理の結果、犯人はプリル。違うよ。本当に違うの？犯人は僕でした。クモリンだったの？でも近くには私と BB しかいなかったよ。それじゃあ説明するね。その時の僕は、よーし、 BB の家でいたずらしちゃうぞ。あの箱なんだろう。わー、食べ物がいっぱい。大好きなバナナもある。いたずらで食べ物もらっちゃおう。後で返すからいいよね。バナナももーら。好きなものをわざと残して疑われないようにするって前ドラマで言ってた。だからバナナは我慢我慢。あれ、家の中から物音がした気が。あ、耳だ。
流すれば完璧だにってな感じでした。すごいねクモリン、なかなかやるじゃねえか。クモリン天才です。じゃあ今回の探偵ゲームは終了。楽しかった。それじゃあクモリン、ゲームも終わったことだし、僕の食べ物を返してくれる？え、やっぱり返さないとダメ？返さないと本当に泥棒になっちまうぞ。そうだ、バナナだけでもください。ブリル見て見て。わあ、大きなレインボーフレンズのブルーだ。僕が作ったんだよ。今にも動き出しそうなくらいリアルだね。ボンクだってすっごいの作ったんだよ。作り間違えて全部粉々になったけどな。あれはしょうがないじゃん。なに？どうしたのプリル？で、いない。あれ、一体どこに？き、いやー、なに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 、ここ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 どこ？あ、クモリン。プリル、急にいなくなっちゃったからびっくりしたよ。ビビは？クモリン一緒じゃなかったの？あれ、そういえばいなくなってる。早く BB と合流しないと。急ぎ急ぎ。ここはどこだろう。クモリンとプリルもいないし、はぐれちゃったのかな。確かさっきまで外にいてブルーを眺めてたら、そうだ、ブルーに吸い込まれちゃったんだ。とりあえず2人と合流しないとまずいな。僕たちが脱出できるようにいいねで応援して。お部屋発見。机には美味しそうなご飯。誰か住んでたのかな。ブルーのお腹の中で。私たちも出られなかったらそうなっちゃうかもね。それだけは嫌。あ、なんか書いてある。どこに行っちゃったの。僕の大事な大事なぬいぐるみ。ぬいぐるみなくしちゃったのかな。そうだ、私たちが代わりに探してあげようよ。いいね、そうしよう。とりあえず近くにないか見てみようか。オッケー。こっちはない。僕のところもないよ。あとはここかな。うーん、どこにもない。もう少しだけ探してなかったら別の場所に行ってみよう。わかった。3つのクイズに正解すると何かが起こる？脱出の手がかりがあるかもしれないし、やってみるか。1問目、こっそり近づいてドカーンと驚かす緑色のモンスターの名前は？1、ゾンビ。2、クリーパー。3、ウサギ。これは迷うこともないね。2番のクリーパーだ。2問目、真っ黒な見た目で背が高い、目を見ると襲いかかってくるモンスターは？1、エンダーマイト。2、スケルトン。3、エンダーマン。少し名前が似てるけど、正解は3番のエンダーマンだね。やったー、当たりだー。3問目、最後の問題だね。紫色の体をしていて、エンドシティによくいるモンスター。たまにひょっこり顔を出して攻撃をしてくることもあるか。1、クモ。2、ピグリン。3、シェルカー。クモもピグリンも違う。消去法で3番のシェルカー。わーい、当たった。ノーミスクリアだ。チェスト？これを開ければいいのかな。あ、はぁ？なんで爆発するんだよ。せっかくここまで来たのに収穫なしか。しょうがない、別の場所を見てみよう。ねえねえブリル、棚の後ろに何かあるよ。どれどれ。あ、これぬいぐるみ。ほんとだ、これが探してたやつかな。多分そうかも。でも持ち主が誰かもわからないし、どうしたら。まだ近くにいるかもよ。確かに、そした
ら念のため持って行った方がいいかもね。ぬいぐるみを落とした人いませんか？大事な大事なぬいぐるみで、うわ、なになに、後ろから誰か走ってきてる。怖いよ。逃げろ逃げろ逃げろ。今度は何だろう。普通のアスレチックかな。先に進んだら何かあるかも。よっ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 と、着いた。次はこっちかな。またアスレチックだ。パパッとクリアしちゃうぞ。ほい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 。よし、いけた。お、またまた。しかもさっき見たような。ってこれ永遠ループじゃねえか。しょうがない、他の場所を渡るか。とりあえず隠れられたけど、まだ近くにいるみたい。どうする、ポリル。後ろを向いたら一気に逃げるとか、どう？それいいね、やってみよう。よし、今だ。急げ。ビュンビュン。結構走ったね。あれあれれれれ、どうしたの、ポリル。ぬいぐるみどっかに落としてきちゃった。でもさっきの道戻るのも怖いし。確かに。あのモンスターみたいなの、なんで私たちのことを追いかけてきたんだろう。あ、もしかしてぬいぐるみの持ち主だったり。なるほど、その可能性はあるね。だったら心配いらないね。そしたら次はビービーと合流しなきゃ。そうだね。この先を進めばいいのかな。すごい、迷路になってる。本当だ、こういうのは奥に何かありそうだよね。行ってみよう。レッツゴー。うわー、次は迷路か。クモリンたちいるかな。こっちに行ってこうかな。そしたら右に曲がって、あれ、行き止まりか。そしたら逆も行ってみよう。こっちで合ってるかな。ちゃんと進めてるし、きっと大丈夫。ありゃー、行き止まり。あれ、こっちも行き止まり。ってことはこっちかな。頭がクラクラするよ。お、ここでゴールかな。ガラス張りになってて、これ以上先にも進めないし、どうしよう。もうゴールどこ。全然見つからないよ。あ、クモリン、プリル、ミミー、無事でよかった。二人も無事でよかった。早くそっちに合流したいんだけど、このガラスが邪魔だね。本当だ、壁になってる。これ見て、この壁をなくすにはそれぞれの部屋でモンスターを倒す必要があるって書いてあるよ。ここの部屋かな。僕たちはこっちだ。じゃあ順番に倒していこう。僕が先に行ってみるね。オッケー、頑張れビービー。よーし、かかってこい。オラ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 、これでどうだ。やったー、倒せた。次はクモリンたち、頑張って。いくよ、いやドン、にゃー、こな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 。わーい、いけたいけた。これでガラスの壁がなくなってない。おかしいな、もう一回やってみよう。なんで、書いてある通りにやってるのに。もうたくさん戦って疲れちゃったよ。ただ倒すだけじゃダメか。そうだ、あの方法ならいけるかもしれないぞ。二人とも、いい？なになに？部屋のモンスターを同時に倒してみよう。そしたらガラスが消えるかも。わかった、試してみよう。いくよ。えいえいえい、オラ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 、最後の一撃、せーの、オリア。早く出たい。出るぞ出るぞ出るぞ。
戻ってこられてよかった。でもなんでブルーに食べられちゃったんだろう。まあ物には魂が宿るっていうからね。あ、もしかしたらあの時襲ってきたのがブルーの魂だったのかも。ねえねえ、バナナにも魂宿る？なんでバナナ？バナナに魂あったらたくさん増えてくださいってお願いできるじゃん。それで増えるわけないでしょうが。そうだ、物は大切に。大変だよ。教室がどうしようどうしよう。とにかく早く教室から出るよ。そういえば火事の時はこれを吸って言ってた。嫌いだ、逃げるよ。どうかも。もしかして学校全体が火事なの？早く学校から脱出しなきゃ僕たちも丸焦げになっちゃうよ。あ、先生。先生無事だったんだね。右も左も行けなくなってるよ。見て、廊下に穴が開いてる。もう一体何が起こってるの？食堂が。これじゃお昼ご飯食べられないよ。キッチンに急げだって。うわ、キッチンが熱っ。床も熱くなってるから気をつけて。料理してるのかと思っちゃったよ。あれじゃ丸焦げになっちゃうよ。くもり、出口が。オーマイガー、他に出口は？お、隠し通路だ。届かにゃい。これ使えるかも。さんさん、あんたもいい。褒めすぎだよ。ここは水に落ちなければいいだけなんだね。何あれ。わかんないけど危なそうだね。えい。うわぁ、やっぱり触っちゃダメなんだよ。ジャンプしてかわせばいいんだね。早くて間に合わないよ。今だ。なんで失敗失敗。また隠し通路だ。うーん、どっちだろう。これは迷いそうだね。あー、行き止まりだ。抜け出せた。クモリン天才です。あー、なんで緑のに触ったの。緑色の触っちゃダメなんだ、忘れてた。おお、気をつけてよね。今度は何？地面すり抜けたよ。きっと一個だけ渡れるんだよ。なるほど。じゃあこれ。あ、ちょっと違ってたら大変だったよ。大丈夫大丈夫。今度は紫色の液体だ。毒みたいな色だね。落ちないようにね。細い道は絶対ゆっくり渡ってね。それは落ちた方がいいやつ？不利じゃないわ。ドアが5つ。外に出られるのかな。あず、部屋が燃えちゃってるよ。ここもむやみに開けちゃダメだよ。ここも一つだけ正解なんだよ。じゃあここ。全然勘が当たらないよ。今まで勘で来れたのがすごいよ。これってまさか。そのまさかだね。どれだ、外れた。じゃあ右。クモリンの勘ダメダメじゃん。おかしいな。僕に任せて。よし、正解だ。さんさんナイス。トイレからピンクの液体が出てる。僕ちょっとトイレ。大丈夫？ここにもピンクの液体があるよ。これは危ないね。びっくりして漏れるところだった。今度はマグマ。学校のトイレの下ってこうなってるの？そんなわけないでしょ。先生、出口どこ？に乗ってだって。これか、楽しそう。出口までレッツゴー。ガタンガタン、ガタンガタン。これは楽ちんでいいね。ゴールだ。到着。まだ出口じゃないの？この赤いのは踏んじゃダメだよ。上上がったら外に出られるかな。これまた選ぶやつじゃない？じゃあバナナイエロー一択でしょ。ここはポカポカ太陽の赤だ
よ。イエーイ、バナナが負けるにゃんて。これは勝ち負けじゃないでしょ。ソプラン、やっと出られた。あれ、これって学校の裏にある山だよね。学校の地下からこんなに移動してきたんだ。先生も無事に脱出できたんだね。まさか一番最後に山登りしなきゃいけないなんてね。もうヘトヘトだよ。どっかにバナナないかな。早くお家に帰って食べよう。うん、パパッと登ってやる。この池は落ちたら大変だね。落ちないようにぴょんぴょんぴょん。あとちょっと。つもりナイス。まだ学校燃えてるね。屋上まで燃えてるじゃん。でももうすぐで消防車が来るみたいだからこれで安心だよ。あー、どうしたの。おやつのバナナ教室に置いてきちゃった。さすがにもう丸焦げだね。そうだ、みんな